司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。相続法が改正されて、婚姻20年以上した夫婦の、例えばご主人から奥さんに居住用不動産を贈与していた場合に、ご主人が万が一の時にはその贈与した財産を相続財産に含めないようにみなされる制度ができました。これが、法律上の用語では特別受益の持ち戻しの免除を推定するということになります。事前に贈与していても特別受益、特別に利益を得ている人の財産は相続の財産に戻して全体的に計算しますよということになっているので、もし奥さんがその事前に家をもらってて、それをご主人が万が一の時に財産を戻して計算されると、奥さんのすごく簡単に言うと亡くなった時の預貯金とか株式等の取り分が減ることになります。そうすると奥さんとしては生活がしていきにくくなるということも考えられるので、事前に挙げた不動産はもう相続財産ではないですよとみなして、財産をみんなで分けるということができるということになります。それを特別受益、持ち戻し免除って言うんですけど、持ち戻し免除っていうのはちゃんと意思表示をしてて、現実的にはこう書面で残してないと、法律上こう効力が認められないということになってたんですけれども、奥さんに対して贈与している分に関してはそういう持ち戻しの免除の意思表示をしてなくても、そういう意思表示をしたであろうと推定されるということになりました。ですので、奥さんにとっては一つメリットがある改正になると思われます。以上、司法書士の重森でした。